おお,<ー>お<ー>本日は石井裕二プロに来ていただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いしますで本日はデイブから、はい、まあ新商品というか限定商品で出してたウエッジ用のシャフトハ、うんはい、イエレベーションウエッジがすごい評判がいいということで、はい、定番商品として今回新しく発売されることになったので、はいはい、それを 石井ユージプロに打っていただいて、はい、いろいろコメントをいただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、事前にもうコースとかに持ってっていただいて、うん、いろいろテストしていただいたんですけども、はい、まずその感想から伺ってもよろしいでしょうか。そうですね。まああの重量は普通に。 あ,のあるので、はいまあ、スチールの今僕は 120g 台のスチールを使ってたんですけど100と120ぐらいのところを中心に、えー、とテストはしてみましたあの一番思うのはねじれないしならないっていうところからクラブヘッドの動きがダイレクトにこう感じやすいっていうのが、まあ、一番の大きな効果なのかなっていう感じはします 皆さんもこうウエッジを軽くするっていうこととかウエッジが硬くなるっていうことに対してどういうメリットがあるのかデメリットがあるのかっていうのを考えたことが少ないと思うんですけど実はあのウエッジやっぱりそのヘッド重量が重い分だけシャフトが短くてもシャフトをそのしならせたりでまあ動きが悪いとねじれたりするっていう分量は小さく打ってる割に結構怒ってて。それがが打点のミスにつながったり 自分が思っているクラブの入り方と、えー、実際のその入り方が違ったりすることにつながってたりするんですねでそれが実はあのカーボンの、えー、とトルクの少ないシャフトを入れるとスチールに比べるとそれが全然減るんで意外と思った通りにその,そのまま入りやすいっていうメリットがあったんですね、まあ、今回こうやってデーブさんのね 100g とか 120g とかの、あのー、ラインナップもあの作ってあるウェッジ用シャフトっていうことなんで。 えっとまあぜひと思ってちょっと試させてもらったんですけど、あの結果を打ってやっぱり何を思うかっていうと、まあ簡単っていうかシンプルっていうのが感想ですよね。はい。ありがとうございます。はいで。すごいこうアプローチが簡単になったって言っていただいたんですけども、はいはい、まずは一応バンカーが苦手っていう人がすごい多いんですよ。はい、そういう人にはこのシャフトのメリットっていうのはありますか。あのまあさっきも言ったあのねじれが入りやすいっていう話になると、要は フェースを開いて使う時っていうのはますますクラブ自体には重心位置が開くことによってまた少しこう落ちるんでまあそのはちょっと強めに出るんですね。そういう意味で言うと実はあのシャフトのねじれがなくなってくるとフェース開いてもその開いたまんまが降りてくるんで意外と構えた状態のヘッドの形をそのまんま入れやすいから優しく扱える。 そういう意味では、あのバンカーショットとか、まあ例えばロブショットとかみたいに。大きく開いて使ったときに、自分の思った通りの動きをしやすいっていう意味で言うと。練習量が少ない人ほど、そういうことがやりやすいっていうメリットは。あるのかなって感じがします、うん。本当にバンカー苦手な人には朗報のシャフトです、ね。そうですね。で、あともう一個はノーマルのアプローチの中でも。はいはい、えっと、ウェッジって他のクラブと違って。その。 大半がノーーマルショットののスピードに近いいいい打つっていうクラブじゃないじゃゃななですかあの特にサンドウェッジになると僕の場合だとだい大体58度ぐらいのサンドウェッジで、えー、キャリーで95から100ぐらいの感じでゴルフをしてるんですがそれ以下のやつは全部やっぱりサンドウェッジを基本使うわけで。ってなった時にしっかり振ったら分かる挙動とやっぱりそのハーフショットとかスリークォーターとかに近いもっと言ったら。 例えば、かなり距離を落としたような打ち方をしたときに動くクラブの挙動が大きく差があればその分だけ距離の打ち方に対応したクラブの動いてくる感覚をつかまなきゃいけないんですけどんていうんですか単にスイング幅小さくすれば同じように当たっちゃうみたいなところがあるんであのそういう意味ではすごく使い勝手がいいのかなっていう感じはフルショットだけでしたらアマチュアの人にがいい人もいますけど、うん。うんうん 80、うん、60、50、40、30とか一本のクラブで打ち分けなきゃいけないので、うん、やっぱシャフトがこう暴れてしまうとそこら辺、ただでさえ難しいのが余計難しくなってしまうので,、うん、そうですねだからあのこれはパターンのシャフトでもね、はい、まあ近年、レイブさんのね、はい「あのブラックナイト」なんかもそうですけど硬い、はい、あのしなりがないねじれないこうシャフトをパターンに入れてっていうのがまあもうこの10年ぐらい主流になってきているというか。 あの導入されてきてきその一番のメリットって何かっていうとそのしなるタイミングを感覚的につかめてる人とその感覚をつかめない人って結局うまくしなった時とそうでない時で球に伝わるエネルギーが変わるんで距離感が変わってしまうっていう、まあ、そのデメリットがあるわけですよ。それをシャフトがしっかりすること硬くなることとねじれが少なくなることで。 あの均一化するっていう選択肢が1つでできたわけですよね。でその選択肢にアプローチとかっていうのはやっぱりはまってくる部分があると思うんですよ。はい、だからもちろん、うん、柔らかい着とをそのシナリオをうまく利用しながらタイミングを取るっていうことの方が打ちやすいっていう人もいるでしょうしでもそれが、まあ、ショートゲームの、はい、えーとクラブの動きを難しくしてしまってる方たちも大多数また、あ、たくさんいると思うんですね。はい、その方たちにはぜひ あのしならなならいいってううのはこういうことなんだでそれを味わってもらうと例えばじゃあご自分のクラブと比べてレブのこの,あのしならないシャフトを入れることによってあしなってないクラブでクラブの動きってこういうふうに動いてるんだそれと比べると自分のクラブってこんなふうにしなってるんだこんなふうなねじれが入ってクラブが戻ってきてるんだっていうのが分かるとそれはそれでまた自分のクラブを 利用するための方法とかにもつながると思うんで、まあ、どちらにしろやっぱりこうインパクトのところでいいタイミングで構えたなりの形に近い動きあの形で戻ってこなきゃいけないって考えると動かない状態を知るっていうことは一つのんて言うんですかねその指標ができるっていう意味ですごく勉強になると思うんではい、はい、ぜひそういう意味では試してもらいたいですね。ありがとうございます、はい、で次に やっぱりこう皆さん、求めるのがまあスピン量というか、うん、まあアマチュアでもなんかバックスピンで止めたいとか戻したいとかいうところがあると思うんですけど、はい、こうスチールに比べてそのスピン量とかかはどうですかあの、ね、少しやっぱり硬、はい、くなってなんかスピン入るのかなみたいなちょっと心配もあったんですけど、はい、あの打ってみるとしっかり入るんですよね。<あ>でね特ににちょっと打点がずれた時に、はい 意外とちゃんと飛んでちゃんとスピンが入ってくれてるっていうのはあの打ち応えとしては感じますあのさっきも言ったようにあのヘッドが重いんでねじれたりする動きっていうのが入る分、まあ、当然そういうのがあのうまく扱えなければ打点がずれるわけででウエッジが多分近代のゴルフのクラブの中では群を抜いて打点が1点に絞られてるというか。はい 打点の狭いやつだと思うんですよねもちろんある程度枠の中に落とせばいいとかっていう意味で言ったら少しぐらい打点がずれたところで問題はないんですけど距離をぴったり合わせたいとか方向性を安定させたいって言った時に実はウエッジが一番芯の狭いクラブなので、まあ、短いから扱いやすいとはいえ芯で捉えるっていう意味で言うと結構難易度が高いクラブ特にこれをディスタンスコントロールして使うっていう風になるとただでさえその。 えと振りを抑えたりすることでの難しさもあるのにさらにねじれが入ってくるっていうとその難しさがこう倍増するというかっていうことがあるんでそういう意味で言うと意外とこの硬いシャフトを入れてるってそのねじれが少ないシャフトを入れてることでちょっと芯がずれた時でもなんかそれは本当にアマチュアの人からするとさっき言った芯に打点がずれやすい。うん うん、中でで一番結果につながりやすすい特性ですよねそうですねだからあの、まあ、正直それあのプロもそうなんですけど、はい、アプローチ打ってピンを狙うって言った時にもちろん狙ってって入れるもしくはくっつけるっていうことは狙ってますがもちろんその人なんでミスはすすじゃないですか、はい、ミスした時に狙ったところに近いところにあるっていうのは結構まあ <laughs> 嬉しい話で。 もちろんそのたくさんの練習でそのしなるポイントを押さえてあればちょっとした打点ミスしてもそのタイミングが合ってるんで大きくずれないっていうところはもうプロはみんなねできてるとは思うんですけどまあアマチュアの方にそれをみんなやってくれっていうのは簡単ななこととでではないと思うんですよねそういう意味で言うとパターンの話と一緒である程度の許容範囲の中にあると意外と硬さがクラブのブレを防いで助けてくれるっていう意味で言うと重くてしっかりしてて難しいとかじゃなくて逆にもう優しさを 感じちゃうところがあるんで、そういう意味では悩んでる方は一回試してみる価値があるのかなっていうあの気はしてます。ありがとうございます。で最後にそのこのウエッジを購入にするあたって、うん、こんなことに悩んでるお客さんだか、こんな人におすすめだよっていうのはありますか。うん、あのまずもう先ほども話している通り、はい、あのウエッジのフルショットは大丈夫なんだけど。はい コントロールするショットがちょっとなんかこう苦手、えー、とあとはまあこれ同じことが言うんでアプローチとかも普通にウエッジをショット打ってるのはいいのにいざアプローチをやろうとするとまあアプローチの打点が合わないとか気持ち悪いって言ってる方も結局入り方が安定するんで一緒あとはまあウエッジになると芯が狭くなるのに打点が合いづらいっていう方打点がずれてもブレがない分助けてくれるんでいいと思う。であとはえーとううで開かななきゃいけないけ、はい バンカーショットなんかであの開くのに抵抗感になる人は開いても開いたままの挙動があのそのまま来やすいんで開くと感覚がよくわからないとかっていうことを感じてる人はあの試してみるべきだと思いますね、はいはい、今限定ではなく定番で、はい、発売されますので、はい、ぜひレイブシャフトを使ってアプローチの悩みを解決していきましょう、はい、本日は石井コーチに来ていただきましたありがとうございました